みんなとやれたことがすごく先輩、本当に幸せでした。超えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ。泣いたり悩んだりするから人生は美しい。心奥底まで響いた周りに君色に傷つくそこと炎に脆さに気づく人の幅取らずに涙流して嫌なことから無理やり羽ばたいて答え出す自分の中で涙が乾いたら違う中で時に夢破り涙あふれるまで暗殺進めて気がする。弱さを見せ弱さも見えあるのままで抑え込んだ感情なら今だそう。あれのまま生きるならば今だそう。涙に風が結構大きくなるほどそこに心の自分があるだけ。みんな何も悪くない。これは先生の責任なので、負けたら先生の責任です。で、みんなは下を向く必要もないし、よう頑張ってくれた。本当に最後まで頑張ってくれたし、なんやろ、バスケットはこれで、高校のバスケット終わったかもしれないけども、それをみんなで目指せたっていうのが、な、それにかけて。バスケットにかけて努力できたっていうことがすごく大きなことで、この後のみんなの人生で絶対にこれは試合には負けたから先生の中では勝ってます。よう頑張った。で、みんなとやれたことがすごく先輩本当に幸せでした。みんなはもう下を向かないでほしい。下を向かないで胸張ってほしい。試合には負けたかもしれんけど胸張ってほしい。で、これからそれぞれの人生ですな。みたい。それに向けてこれが一つ糧に必ずなるので、またそれぞれの目標にを目指してで頑張ってほしいと思うし、応援してます。